まだ。おお。で、この間はあレア役が熱いですよね。表も挑戦します。すごいですね。もうちょっと勝ちたい。それが一番いいと思うから。完全に刑事だもんね、これ。面白いね。ジョブを回すのじゃ。なしだったらこれもなかったかもしれないからね。そうでしょ、裏だったらね。あいだお、3連目やっちゃできましたね。さあ、四度目の正直。25% ってそんな引けないかな。なんか 30% の自信も揺らぐよな。 25% はこんだけ引けないと。ああ、シャンデも 15% おやろう、おやろう。50ゲームの活動入りましたね。高設定強度。やっぱり活動中も何かしら子役揃った方がいいですね。こういう風に、こういう風に。意外と空いてるもんだね、高設定ね。もう高設定だけで言うから俺。簡単だよね、まあ、直撃はしないっしょ。
ゲーム数が156ゲーム、100ゲーム、200ゲームのゾーン関係ないのに活ゾーンのこれが反応してますよね。これどういうことかっていうと、1枚役でも活ゾーンの抽選をしてます。で、高接点であるほど1枚役での活ゾーン当選率が高まるので、ゲーム数のゾーンに関係なく、ゲーム数の抽選関係なくもし活ゾーンに入るライっていうのはこれも高接点挙動っていう、反応することがないですから。あ、これはいいですね。こんなんいいですね。あ、来てますね。これも一枚役からの活動当選あります。さっきのだと全く挙動が違う。はい、右下移動箱は溜まりました。高設定であれば 50% オーバーで当たります。お、素晴らしい。マグマイユ来ました。ただ確定じゃないんで歌えることしないことですよね。うわ、ちょっと危ない、ここ危ない。おーい、うっ、気持ちいい。ええよ。イエス、カイリーパーフェクト。よーし、頑張っちゃうよ。どうすんまし、どうすんまし、どうすんまし、おじいちゃまじゃよ。いくがあるんじゃよ、聞いてくれるかの。え、乗らぬなら乗るまで待とう。はい、完全に100。だよ、お前ばっかりも。ひと頑張りだな。あっちな、このナビちょっと熱いよね。いつものナビと違うよな、確か。違ったらごめん。よし、頑張っちゃおっかな。あー、今度はレア君1人も引けない。やれてそうでやれてない。引き戻しゾロ。AT 中のインドチャンスで大量乗せゼロとか。左下はね、4-0。で、5回溜まって1回直撃してるっていうね。わかんないね、ほんと。だから6で 42% ってことは 58% を4連続で引いたってことはありえんのかありえないのかっていうあれですよ。
5分の0、5分の0だよ。お母さんもうちょっとないのこのお題。はい、6回目。あ、あ、やっと当たった。どんたこいでござる。あかん、あかんって。よし、これで8分の2。25% なので設定値と同じ数字ですけど、あ、この台1枚枠で勝つのも入ってる上に、こっちから AT の直撃がありましたから、俺はあると思います、この台はね。やあ、来た、任せたよ。あなた失敗しましたんでね、お願いしますね。それそれ、よーし。なジョブを回す。この台では3分の3。かっこいいでしょ、かっこいいでしょ。コーンフリー、グッとくるよね、この台すげえ面白い。久々にカウントダウンソングやっちゃおうかな。アロンジャが聞いてくれるかの。ノラノラ降るまで待とう。一つ一つ四つから落ち、二つ三つあとにして。ああ、歌詞忘れた、歌詞忘れた、歌詞忘れた。おー、いいよ。おー、また一枚役から勝つぞ。惜しいなー、あと9ゲーム。あー、ダメだ。5、よーし、ダブル到達。行くぞ、よし。危ない。Yes, I do. ここはちょっと5発点いきますわ。3連続で来てるんで。これね、51.2% でド発点
マジでダーラクダーラクよ、ね、ダーラクよ、流れねえわ一回も引き戻さない。もう当たったり 12?13?6 分の1。ほんとはい、いう感じで、今回は大事なところをやってるようでやれてないというような感じですね。25本投手のおそらく500枚あるぐらいなんで、ちょい負けですね。だから、このちゃまの何たるか分かったかなと思いますので、ぜひとも皆さんのラインナップに入れてもらえれば幸いです。お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、新内コモンチャマ勝編ということでですね、結果の方伴いませんでしたけれども、立ち回りが1台目を19本で見切って、で移動した先がまんまと高設定と予想ですけれどもね、あれはもう高設定いいと思います。1枚かの数の2回に、ご一行箱をチャンスゾーンの抽選するところを AT 直撃してましたから、あれはもう完全に上の挙動ですよね。下手したら6、ただいかんせんその当てなきゃいけないその2分の1を4回連続スルーさせてしまったり、あとは引き戻し初当たり13回引いて一度も引けなかったり、要は跳ねる要素っていう部分を全然やれませんでしたよね。そこが結局トータルで見ると12本マイナーなんですけれどもになってしまったのかなと。ただそういう負ける時ってやっぱあるんですよね。できない時にどういう負け方をするのかっていう意味ではいい負け方をしたのかなって、納得することにします。はい、で肛門ちゃまですけども、非常に設定カンパしやすいですね。もう見ても分かったと思いますけども、チャンスの当選率、場合によっては立て続けに3発4発で引けちゃうこともありますから、活ゾーンとかうまく絡め合えばですね。であとはゲーム数での活ゾーンの抽選で、最後お見せできた1万役での活ゾーンの当選で、なもんか、んなもんですね。それだけで全然上下わかると思いますから。でそこから結局初当たりの軽さが変わってきて、で出る出ないっていうのは、家康狙いの人は家康30回きちっと引き当てて、かつ平均140の上の方ですよね。今日僕それも出られませんでしたもんね。最高で160でしょ。であれやっぱ家康あれだけ当ててれば、今日5回当てたのか、一発ぐらい300、400っていうのがないとやっぱまとまった手玉になりにくいっていうところでもありますんで、だから全てにおいてちょっと悪い方向僕今日言ってたにもかかわらず、この程度の負けっていうのはやっぱ納得ですよね。はい、いう感じでぜひともね、最高の2番手の AT 機だと思いますんで、一番好きなんじゃないんだけど2番目には好きになっちゃうよねみたいな、すごくラインナップに加えていいAT 機だと思いますんで、ぜひとも皆さんも打ってみてはいかがでしょうか。はい、ということでこれで2連敗ですね。ちょっと痛いですね。まあで良かったですわ。今日は明日につながる負けだったんでね。お疲れ様でした。ありがとうございました。